爬虫類カフェベスポさんでね、とある生き物をね、お迎えさせていただきました、まあ、そちらが何かというと、はい、こちらです。アルビノ青大将ということで、メスって書いてますね。なんと国産のアルビノのね、ヘビをお迎えしました。なかなかね、青大将って大きくなるヘビ、まあ2メートルはいかないかな、1メートル50くらいいくんじゃないのかな、結構最大で結構ねでかくなるヘビなんですけど、昔からねやっぱ青大将といえば、まあなんかちょっとこう神聖なというか神々しいヘビみたいなイメージが勝手に僕の中であったんですけど、その中でもねこの白ヘビ、まあ白じゃないんですけど、アルビノ青大将、多分ねあの黄色がかったアルビノ、ゴールドっぽいようなね、かなり縁起のいいおしゃれな感じのね雰囲気にはなるんじゃないのかなと思ってるんですけど、ついにね国産のアルビノのヘビを迎えすることになりました。まあ、ちょっと開けてみたいと思います。あ、来た来た、無理しないでおいで。あ、来ないね。いや、なかなかねもう完全にアルビノですね。赤目、しっかりとした赤目、赤くいっちゃったな。ちょいでよ、来ないね。まあ、パッと見ねコーンスネークみたいな感じはするかと思うんですけど、やっぱねちょっと違うんですよね。日本最大のナミヘビかということで、おいで。やっぱねこれだけちっちゃくてもね結構ね力強いですね。力強い、かなり力強いです。ほい、すごいね。アルビノ青大将です。いやーもう気になってたんだよね。なんならあのベスパさん撮影行った時からちょっと気にはなってて、そう撮影行った時はね買わなかったんですけど、あーどこ行く、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 どこ行く。一生懸命、一生懸命なんか、あー可愛いね。いや力強いわ。この細さだけど力強い。この細さだけどね力強いです、マジで。だから結構ね青大将はねあの太さもまあそこそこの太さにはなるんですけど、まあ、ボールほどは太くならないですけど、結構あの締め付ける力とか強いんですよ。展示してるアダルトサイズのノーマルのね青大将を触らせていただいたんですけど、結構ねやっぱ力強くて、だからねこの子も一生懸命ピンマ大量にね食べさせて、冷凍ピンクマス食べさせてですね、でかくねしていけたらいいなと思います。まあ足元はレプタイルボックスで、まだ体ちっちゃいんでね飼育しようと思うんですけど、まあゆくゆくはですね大きめのケージでしっかりレイアウトしておしゃれにね、アルビノ青大将をね蛇神様として奉ってね大事に育てていけたらなと思ってるんで、やっぱね落ち着けないね。国産の蛇ね好きな方、ぜひねラフチャンネルの今後のね登場楽しみにしていてください。いいね。直近ねどのくらいこの子がね大きくなったのかのね動画もね出していけたらと思うので、気になる方チャンネル登録よろしくお願いいたします。もうこれ落ち着きがねえねやっぱ。ほい、一旦戻します。ということで本日はね、お迎えしていた生き物、実はアルビノ青大将でしたというね、お知らせ動画でした。ぜひね、高評価コメントの方もよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。